上空から見た北京南駅上海公共駅業の高速列車北京南駅は中国の北京市豊田区海洋橋南海洋路にある中国鉄路走行士の駅。開業当初は馬屋保駅と呼ばれていたが北京地下鉄4号線の駅とは関係がない。2006年以前は長距離優等列車中心の北京駅、北京西駅に対し中、 短距離の普通列車の発着が主であったが、2006年5月10日に、休止、拡張工事を開始し、2008年8月1日に、改築工事竣工。京神都市間、鉄道、京古高速鉄道の北京方の起点である。以前は簡素な駅舎であったが、改修後の北京南駅の駅舎は、地上2階、地下3階となり、東西2カ所に改札口が設けられた。外観は、 線形となっており、2階部分に待合室がある。待合室は、北側から南に向かって、在来線用、京古高速鉄道用、京新都市間鉄道用とに分かれている。プラットホームは、在来線が地上3面5線、京古高速鉄道が地上6面12線、京新都市間鉄道が地上4面7線、合計13面24線を有する。 地下1階はコンコースと駐車場。地下2階は1面2線の北京地下鉄4号線のプラットフォーム。地下3階は1面2線の北京地下鉄14号線のプラットフォームとなる予定である。改札口は分散して設置されており、2階には東西両側に4カ所、地下1階西側に4カ所設置されている。さらに36台の自動改札機が導入されている。 地下鉄は4号線と14号線が連絡している。共に島式ホーム1面2線の地下駅である。多くのバス路線が発着し、トロリーバスも発着している。道部、北名含む、西南北人改め用品委によると、ベエッチング年になったが、地下鉄の方が、北京サウスと書いている。

エクサアンペア 3951F&C2 イコール 2& スシットイコール1225ズマック上テレビンキックスクロック UC ブッキー 1& フロムイコールタイムライン &SP インストールドイコール0ありがとうございます